ははははは、参ったか、喧嘩で主に勝てるわけないだろう。うっわ、せこい、相手の髪の毛引っ張ってるし。さっきは急所狙ったり、つねったりもしてたぞ。喧嘩あるある。髪引っ張り、物投げ、急所狙い、つねりなど。せこ技、連発するやつ。はい、ということで本日は先日に引き続き喧嘩あるあるなのですが、ちょっとこのままだと印象悪すぎるので一旦消しますね。確かに、その状態で普通に喋ってたら相当悪いやつに見える。ってことで。で、背景じゃなくてお前が消えちゃうのかよ。ふ、今日もボケが冴えてるぜ主。自分で言うな。はい、じゃあ本題戻りますが、喧嘩でセコ技使うやついますよね。まあでも小学生とかの喧嘩だと、大体そんな感じかな。拳と拳で勝負、なんて喧嘩の方が珍しいと思う。ちなみに主の中学時代は、ちょっと悪口言われたりちょっかい出されると、すぐに怒って投石、石を投げるという危険生徒がおりました。中学生でそれって、やばいな。はい、それでは雑談はこのぐらいで、喧嘩あるある第2弾、お楽しみください。おやー。そんな攻撃当たるかー。悪かった、ついカットなって。いやいや、こっちこそカットなって殴ったし、お互い様だ。おし、じゃあ明日からはまたいつも通り、仲良く行こうな。ああ、もちろん。男子の場合、本気でぶつかった後は、意外にすっきり仲直り。マジ何あいつ、豊姫とかぶりっこキモいわ。男子の前では可愛いこぶりっこ、先生の前では良いこぶりっこ。トイレではうんこぶりっこ。ちょっとお様だまれー。女子も怖いネチネチ喧嘩、仲間グループ作って陰口。結構シリアスなシーンだったのに、一気に雰囲気ぶち壊れたわ。うんこぶりっこじゃねえし。だって、小学生の視聴者さんをもっと増やそうと思って。いやまあ確かに、うんこドリルとかめちゃめちゃ流行ってたけど。タイミングと空気を読め。わかりました。すいません。まあまあ、さとちゃんも反省してるみたいだから、許してあげて。しょうがないわね、許す。うんこ。許すかー。マジであいつうざいわー。しかも良い子ぶりながら、陰で嫌いな奴の悪口とか言ってるらしいぜ。うわ、性格最悪。うわ、今教室に入ろうとしたら、またあのグループいたし、霊夢グループね、あいつらこそこそいつもああやって。クラスから嫌われてるの、気づいてないのかな。あ、マジで、特に霊夢の顔見るとめちゃイライラするわ。喧嘩あるある。うんこぶりっこ。ねえよ、あるあるじゃねえよ。と見せかけて。正直、男子の喧嘩より、女子の喧嘩の方が、怖い。まさかの里ちゃん、またぶっこんできた。はい、もちろん全部が全部じゃないですが。なんか女子の方が裏でこそこそいろいろやったり、怖い気がしません。それではお次。主ちゃんにブスリュックリリって言われたー。いやいやそもそも悪口、最初にそっちが言ってきたんだろ。引きこもり友達ゼロ、オタクゆっくりって。ちょっと、何よあんた。乙女にブスだと貴様。女の子泣かしてんじゃないわー。喧嘩あるある。男子と女子の喧嘩、原因はどうであれ。女子が泣いた時点で、男子悪者決定。はい、ということで最後は小学校おなじみの光景。女子を泣かせた男子を、クラス中の女子が集中避難。もう敬意とか関係なく、泣かせた男子が圧倒的不利に。まあもうこれは、女子を泣かせちゃったら諦めるしかない。他には喧嘩あるある、泣いた途端戦闘力跳ね上がるやつなんかも。ただこれは小学校あるあるでやっていたので今回は割愛しました。ということで一応これでラスト予定、第2回喧嘩あるあるでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。